火起こしの感じですからね。そうですね、はい、濃いの今起こしちゃって、はい、今回ね、お肉用意しました。あ、はい、豚ロースね、豚ロースの塊、あとはもう鶏のもも肉です。脂身がね、あるんで。よし、はい、どうなんですか。そうですね、まあ普通に仕事と育児ですよね。今処理してる。すみません、そうやって食べるんですか。そうですね、これで一気に混ぜちゃうからって、別々にやる。意外とね、生姜がね、こうさっぱりしてて、もうやっぱごま油がなんていうの、この麺独特のこの臭みかね、苦味を挟んでるわけでもないですね。こうやって長期休みじゃないとゲイさんにも会えなかったしね。うん、はい、じゃあ今回も始まりました。はい、そうですね、皆さんね、これから暑い季節ね、外でお肉食べたりするのがいいんじゃないかなということで、はい、ちょっと今回ね、バーベキューで使える前日にするお肉の下ごしらえをちょっとね、紹介していきたいなと思います。 あるんですか、やっぱり。そう、ありますよ、やっぱり。やっぱり美味しいお肉食べたいじゃないですか。そうですね、外でもね、はい、でもやっぱお金かかるから。そうですよね、やっぱね、なかなかお金がかけれないということで、安いスーパーでもね、美味しいお肉に大変身し、今回ね、お肉用意しました。はい、すごいボリュームですけどね。はい、ちょっと今回どんな感じなんですかね。今回は豚ロースですね、豚ロースの塊、はい、すごい大きいの用意しました。あとはもう鶏のもも肉です。脂身がね、あるんで、お子さんも好きな、はい、好きかなと思います。とりあえず今日はね、ちょっとこれに下ごしらえをしていきたいと思います。はい、まあ焼肉なんでね、そんなに大きくなくていいんですけどね。一口サイズみたいな。そうですね、やっぱ小さいお子さんもおられると思うんで、はい、でも厚みが欲しいみたいですね。そこはもう気分で。そうですね、僕もね、結構やっぱこうごつい方が好きなんですね。あ、なんならもうこれ1枚で焼いちゃうかな。キャンプとかするときとかね、下準備とかこういう感じで見せるのも、うん、やっぱそのパフォーマンス的にね、男のね、やっぱあれだと思いますね。その点が上げるところじゃないんですか。そうですね、うん、ね、火起こしも感じですからね。そうですね、はい、濃いの今起こしちゃって、はい、濃いの今起こしちゃって、はい、なるほど。そういうのはよくあれですね、見えますもんね。パッと出てきますよね。そうですね、はい、ね、まあちょっとね、レードね、2枚とかね、切っていきましょう。ちょっとね、包丁で切りにくいなって思った時ね、まあ外でそれしても、外で下準備はしないですけど、こうやってね、ハサミで切っていくのもいいかもしれないですね。包丁怖いなっていう人でも、これだったらもう普通に子供とかもね、手伝ってもらってね。そうだよね、うん、できると思うので。あ、共同作業できるね、子供と。確かに、やっぱね、やっぱ子供たちもね、自分でやった方が美味しかったりしますもんね。うん、こういう豚肉とかでもちょっと、うん、ね、お母さんがちょっとちっちゃく切って、そうそうそう、あと2分割してよとか、うん、ね、このハサミで、ね、切るときもね、切りにくいときはね、このね、先端でいくのがいいらしいですよね。そしたらこういうふうにね、サクサクっと切っていけるんで。はい、では次は続いて豚肉ですね。はい、うん、このままね、食べやすいサイズでいきたいなと思うんですけど、いい音しますね。うん、ね、タンカツにもいいですね、豚ロースもね。うん、うん、ね、あと食べやすいサイズで、ね、ここまでできたら肉切りました。はい、結構の量になりましたね。はい、はい、こんだけバーベキューあれば十分じゃないですかね。すごいですね、これ結構あれだよね。でも、はい、こんだけでも多分、うん、1000ちょっとぐらいだよね。そうですね、これぐらい1000ちょっとぐらいです、うん、十分ですね、これで。はい、どういう感じなんですかね。はい、次はですね、ニンニクをすってごま油と和えていきたいなと思います。はい、
これでも1個ずつやないと無理かな。これはね、ニンニクをおろしてごま油と一緒にしていきたいと思います、はい。結構なニンニクの状態になりましたね。はい、これ夏バテ防止ということですかね、はい、これに、はい、先ほどのタレをね、秘伝のタレですね、全部どうですか、感じ的には。感じ的にはすごいいいです、ね、ですか、はい、結構ね、ニンニク多めなんでね、ニンニクがちょっときついかもしれないかなと思うんですけど、はい、じゃあこんな感じでできましたね。はい、いい感じですよね。はい、すごい香り。で、あともう寝かせる感じですよね。そうですね、これでね、はい、冷蔵庫で寝かしてもらえて1日置いといて、また次の日にってことですよね。はい、そうですね、はい、ありがとうございます。はい、でこれで下ごしらえは完成です。はい、はい、はい、では、ね、早速ね、昨日下ごしらえしたお肉を焼いていきたいと思います。板前が自衛隊本拠地で、ね、肉を焼くという方ですけどね。はい、ね、早速行きましょうか。ね、早速お肉焼いていきますか。お願いします。はい、美味しそうですね。はい、もうこの手で、あ、箸が張るんですね、はい、出てきますね、本当に。はい、ね、じゃあ早速焼いていきましょう。ね、この美味しそうな豚ロースからね、いいんじゃないでしょうか。いい感じじゃないですか。肉がいいですね。うん、うまい。このために生きてる。うん。うん。だいぶね、春が強くなってきましたね。これでバーベキューですね。うん。豚ロースからね。うん、焼き肉の味全然ちゃいます。うん、全然ちゃうもん。こんな国全然ちゃいますね。塩こしらで、うん、このバーベキューやってめちゃめちゃいいと思います、うん、どうぞどうぞ。はい、はい、まあね、これでちょっとね、いろいろ料理今日やってきました。ね、ちょっといろいろ料理の感じでアップさせてもらいましたけど、ね、皆さんね、まあコロナで家に過ごす時間も多くなると思います、ね、いろんなねアレンジをして、ね、家族で楽しむ時間を作ってもらえたらなと思いまして、はい、はい、ちょっといろいろ挑戦してみました、はい、これからどうされるんですか。これから帰って子供たくさんいますね。そうですね、ちょっと楽しみなんで、ね、帰るのが。そうです。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。いやいや、また頑張ってください。はい、またね、ちょっとね、ちょこちょこ僕も YouTube 現れれたらいいかなと思ってるんで、はい、また皆さんよろしくお願いします。はい、チャンネル登録した人もね、今もう8000ぐらいいってるんですね。そうですね、はい、もうね、もう皆さんの賜物だと思います。はい、まあ、皆さん今後ともよろしくお願いいたします。ありがとうございました。はい、ありがとうございました。裏番スピチューブ始めました。普通では上げられない動画、未編集の動画を主に上げてます。ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。この動画をいいと思ったらグッドボタン、
悪いと思ってもグッドボタン、チャンネル登録もよろしく。